Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回ですね、先釣りやめろ、だが見捨てるのもやめろということについて解説していきたいと思います。で、前回先釣りにあって、先釣りはあんまり良くないからね、ちょっとやめてくれよということをねお話したんですけども、結構ねコメントで共感を得て、確かに先釣りって良くないよねみたいなコメントあったんですけども、仮に自分がタンクかおよびヒーラーでDPS がねこう先に走って敵を引っ張ってこう先釣りとかしょっちゅうやってたら見殺しにするっていうね、いうことが結構やってる方おられて、あ、怖いなと思ったんですけど、いうことで、要はその先釣りしてきた DPS、 もうこいつ勝手にこんなことして迷惑かけてるから、もうほっといて一回見捨てて見殺しにしてから蘇生して分からせるみたいな、そういうことをやったり、もしくは蘇生一切しないよっていうような人もいるんですけども、それはちょっとやりすぎじゃないかと。このゲームいろいろやってて、不特定多数の人でいろんな人がいるのはすごい分かるんですけども、先釣りがダメっていうことをね分かってない人もいるんですよね、これ実は。でもしくはそれがいいと思ってやってる人もいます。例えばタンクがね、こうあれやこれや不安になることがあるから、DPS がねつってこう敵引っ張ってくるから敵取ってくれよみたいなねことあると思うんですけど、これ先釣りっていうのは基本逆効果でメリットはないなくて、気持ちは分からなくはないけどこれやめた方がいいよねっていう話で、本人がね分かってないケースもあるんですけど、まずねそのなんか見捨てるか除名するかっていうね、そういう話をよく聞くんですけど、その前に一旦ちょっとね話すことが大事なのかなと思います。ただこの話すっていうのは相手が日本の方の場合で、英語の方の場合だとちょっとねこの意思疎通とかコミュニケーションが取りづらいところあるんで、そこは定型文でうまいこといけばいいんですけども、即除名っていうのはねちょっと良くないよねっていうことで、もしねこれが相手が初心者とか若葉で分からなくてやってるのであれば、まずはね一旦そのいきなり除名するんじゃなくて話すことが大事で、これリアルで考えたら新入社員がね、自分の職場に新入社員がやってきて、分からなくてミスするじゃないですか。そうなったらはいクビって、それおかしいでしょっていう話で、やっぱりその教える側もしっかりこう教えないといけないなって、これ仕事の話なんであれなんですけど、そういった仕事の部分をねこのゲームに持ち込むのはどうかなと思うんですけど、あくまでもこの先輩プレイヤーがいるんだから、その先輩プレイヤーも一言ねなんかこうちょっと教えてあげてもいいのかなと思います。即除名はねちょっと厳しいなというところで、この先釣りやることに関してメリットはあるのかっていうと、ありません。考えたけどありませんでした。防御が低いからヒーラー負担になるし、最悪釣ってきた本人が死ぬと。でそもそもいきなりこう突出した行動により、みんなが困惑するし、見捨てられることもあると。で結果的に余計時間がかかるというから、先釣りはやめましょうっていうことなんですけども、とはいえこれを見捨てるっていうのもメリットがないです。要するに DPS が死ぬんで余計時間がかかるんで、まずはね一つ戦闘を終えたら話すことが大事なのかなと。話して、指摘というかアドバイスですね。先釣りするとねこれ逆効果だからタンクさんに任せるといいよとか、そういう一言をね添えてやったりと思うし、初心者の方はそもそもねこのタンクが先を釣るってことを知らないっていう人も一定数いると思うんで、そういった人にやっぱり教えてあげるのが大事かなと思うんですけど、そういったルールブックがないんですよね。でこういったことも YouTube とかで調べない限り、自分もね動画いくつか作ってて、コメントでありがとうございますっていうのはつくんですけども、それすらやっぱ調べることすらしない人も一定数以上いるわけで、その中でやっぱりその情報を伝えるっていうのはなかなか大変なんで、実際にゲーム内で伝えてあげるのが、その先輩ベテランプレイヤーとしての一つのスキルかなと思うんで、ぜひねそのベテランの方でね即除名とかするんじゃなくて、もしねちょっとその除名する前にワンクッション置いてまず話すことっていうのを試してもらえたら、すっごいあったかいゲームになるんじゃないかなと。でネットとかで結構なんか何チャンネルか分かんないですけど、なんか何チャンネル掲示板みたいななんかあるじゃないですか。ああいうとこにそういったことをするっていうことを書いてる人がいると思うんですけども、で初心者プレイヤーもしくはゲーム始める前の人がねそういったことを見て、あこのゲームそうなんだって思うかもしれないんですけども、あれ本当にごくごく一部で、晒し上げるようなとかなんかそういうことを書く人ってもうそもそもその中でも一部なんで、ただ先釣りに関しては結構こう厳しく見られる傾向があるんで、ベテランの人もね見捨てる前にちょっと一旦話すってこと、それでダメだったらわざとやってくるようなやつはもう暴力行為じゃない、ハラスメント行為で、
クビにしてあのその除名するなり通報するなり好きにしてもいいと思うんですけども、まあ、あの知らないでやってる場合の人には一声かけてほしいかなと。そう、本当にこのゲームね、あの始めた時に先釣りはダメってアナウンスがないからね、分からないことがめっちゃ多いんですよね。だからこそね、今この動画を見てくれてる方、初心者の方特に多いと思うんですけども、ぜひ他のね動画も出してるし、あの見てください。で、自分が DPS やる時もタンク視点での動画っていうのをぜひ見てほしいなと思ってて、タンクの場合こうした方がいいよっていうね、あの動きを紹介してる解説動画を作ってるんで、ぜひ概要欄から見てほしいんですけども、そこにね DPS の人も見てほしい。そこにねタンクがどういう風に動くかっていうのをね解説してるのをこう DPS 視点で分かれば、あ、タンクはこう動くから自分はこう動いたらいいんだっていうのが必然とねこう見えてくるんで、ヒーラーの人もそうなんですけど、ぜひこれは見てほしいなと思います。はい、だから、ね、DPS もね結構他の人の動きをね見ながら動かなければいけないっていうのも、これ意外とねタンクに近いところはあるんですね。タンク歩道層の周りを見なければいけないってことではないんですけども、 DPS も結構周り見ないといけないので、それぞれのね難しさがあるよってことで、極端にねどれかが難しいってことはないかなと思います。どれも難しいです。はい、まあ、基本的には DPS およびヒーラーさんは先釣りしないように協力してほしいということです。特にね、ヒーラーの方、これね気づかないと思うんですけども、継続回復効果、特にね白魔導士だとリジェネとかあると思うんですけども、あれね戦闘始める前にタンクに投げてると、そのリジェネに反応して敵が群がってくるんですよね。だからタンクをスルーしてヒーラーに寄ってくるっていうことがあるんで、あれだけはね発動するタイミング気をつける、もしくはタンクの人に気づいたら、デバフバフのとこね選択できると思うんですけども、そこをあの選択してリジェネを切るっていうことができるんで、それもお試しいただければと思います。でそれでもやっぱり敵をねこう釣っちゃってヒーラーさんの方に行った場合は、タンクの人はねそのヒーラーに向かってる雑魚に対して範囲攻撃を当てるだけでもグッて戻せるっていうのと、ヒーラーさんはね逆にタンクに近寄るといいです。逃げようとせずにタンクの方に近寄ってタンクに攻撃を当てさせるってことをすれば、一気にねまず問題解決をしますんで、ぜひそれをお試しください。先釣りは良くないけど見捨てるのもやめようということで、特にベテランの方はね即除名ってするんじゃなくて、今一度一歩踏みとどまって話をするっていうことをねしてもらえればと思います。はい、それでは今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。